タイプ R っていうのはホンダスピリットの象徴と思って作ってます。タイプ R ってホンダが目指す性能を体現する使命がある車なんですよね。アスリートなんですよね。我々は車を鍛え上げていくわけですから、やっぱり磨ききることの美学。タイプ R のライバルはタイプ R しかないと思ってます。何かを成し遂げたいからチャレンジするわけで、期待に応えたいだったり、その期待を超えた感動を届けたいっていう使命感が大きいですね。もっといいもの作りたいとか、もっと速い車にしたいとかって目標があって、そこに向けて鍛錬して、今までのこだわりも集大成、本当に作りたい車の姿がタイプ R と思ってます。